皆さんこんにちは。 Day 4、 4日目はですね、優しくゆっくりと胸をオープンにしていきます。夏の臓器はどこだと思いますか？夏の臓器は心臓と小腸のあたりなんですね。だから今日はゆっくりとしたヨガでですね、どっちかというとちょっとリストラティブとかね、ギンヨガみたいな、そんなヨガでこのハートをね、少しずつオープンにして、この体の中にね、ハートのところに空間どん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 作っていきたいと思います。今日はもしブロックがあったらブロック1個か2個準備してください。もしなかったらもうこんな枕でもいいですし、このもしね、もう1個マットとかがあったらこれもね使えますので、もうどれでもいいです。なんかあったらね、ぜひ準備してください。じゃあですね、今日最初はですね、アナハタアサナ、パピー、子犬のポーズから始めていきます。膝をどんどん後ろまで歩かせて、骨盤の真下に膝が来るようにしていきます。そして手をぐーっと前にして、お尻を空の方に突き出していく。胸をねマットの方に沈めていって、目線前、手の小指側をぐーっとマットを押して、そして脇にまるでテニスボールがあるように、そしてそれを少しだけねぐーっとスクイーズするようなイメージ。そうすると上腕が外巻きになっていくと思います。少しそのクオリティ、その質感ね感じていきます。鼻から大きく息を吸って、口から吐いて、それと同時にどん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 ハート、心臓をマットの方に溶かしていくように。もし顎をマットにつけれる人は顎をマットにつけていきます。最後もう一呼吸。じゃゆっくりと四つん這いになったら、前腕をマットにつけて、骨盤もマットに下ろしていって、スフィンクスポーツです。もし肩がね少しきつい人はですね、肩幅以上に前腕を広げてください。もし肩にねスペースある人は、だいたい肘のね、肘、両肘を掴んでですね、前腕の長さになるように、恥骨をマットの方にグーッと押し付けて、肋骨を少し前の方にスライドさせていくようにして、肩は後ろから下、もしもう少し刺激が欲しい人は両方の膝を曲げて、この時も恥骨ぐーっとマットに押し付けて、もし両方の手をね伸ばせれる人は、肘を伸ばせれる人はぐーっとね手をついて胸を上げていきます。でも背中にコンプレッション、刺激感じる人はもうここで十分。少しだけ首の後ろも楽にしていきます。
膝曲げている人はゆっくりと足を伸ばして、じゃあ吸う息でぐっと胸を前にしたら、次の吐く息で左の肩を少し内側に入れて、右の肩越しに右の足を見ていく。吸う息で正面に戻して、今度は反対、吐く息で左の肩越しに左の足を見ていきます。もう一回、ゆっくりと正面に戻したら、今度は右の手少し前にして、左の手を右の腕の下にくぐらせていきます。手のひらは下、そして左の手もどん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 左方向に歩かせていく。そしてゆっくりと胸を腕の上に沈めていきます。あと2呼吸。ゆっくり手をリリースしたら、今度は反対、左の手を右の腕の下にくぐらせて、左の手のひら下、今度は右の手も遠くに遠くに歩かせていくようにして、両方の指先をね、遠くに遠くにしていきます。そして胸をどん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 マットの方に落としていくように、首の後ろも楽にして、顎胸の方に丸め込んでもいいです。肩甲骨にいっぱい息を吸って、息を吐いて、最後2呼吸。全部息を吐き切ったら、ゆっくりと手をリリースしていきます。そして仰向けになっていきます。ここでブロックが必要になるんですが、ブロックまずない人はですね、フィッシュポーズというポーズをやっていきます。初めての人は少し先見ていてください。まず膝を立てて、お尻の下に両方の手をスライドさせていきます。お尻の下で親指と親指がねくっとくっつくぐらい。そして肩を外巻き外巻きにしていく。両方の手、前腕でくっとマットを押しながら、胸をどん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 空の方に上げて、頭のてっぺんをマットにつける。
足が伸ばせる人は足を伸ばしていきます。もしブロックがある人はですね、ブロックを2つでもいい、1つだったら1つをですね、この肩甲骨の下ですね、そこに置いて少しだけね、このカーブを出していく。そして頭は、もし頭そのままマットにつけれる人はね、これですごくこの胸の周りねを広くしていくポーズです。そしてもしブロックが2つある人はですね、こんな風に置いてもらって、この高さはね、ほんと自分の好きな風でいい。すごくねバックベンドしたかったらですね、ちょっと高い方でもいいです。こんな風にして手はこの胸からね、ぐーっと落ちていくように。そして足は曲げてても、足の裏と裏揃えて、両方の足まっすぐでもいい。もしブランケットとかこういうマットもう一つあったらですね、それをまたこの肩甲骨の一番下のところが当たるぐらいまで置いて、両方の手はカクタスアームでもいいし、頭の上に持っていってもいいです。そしてもし枕とかボルスターがある人はですね、こんな感じでこの背中に置いて、そのまま体を委ねていく。自分のね、あるものを使ってどんな風でもいいです。この胸がね、少し空の方にオープンになって、この胸の前がオープンになっていくポーズだったら、いろんな自分のね、あるものでポーズを作り出してみてください。このままもう少しステイしてもいいし、最後シャバーセナで少し寝れる人は少しだけ横になっていきます。左の手を胸の上、右の手をその上に重ねて、次の吸い気で胸をぐーっと膨らませて、まるで手でね、胸で手を押していくように。じゃあ自分のペースであと2回ぐらい呼吸続けていきます。鼻から大きく息を吸って、口からはー全部吐き出して、今日も自分の休息の時間作ってくれてありがとうございました。ナマステ。ヨガを一緒にやってくれてありがとうございました。リラックスできたらぜひ動画、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また明日ね、バイバイ。